これでは。行ってきゃー。行ってきます。
You're not dead!
が作るかや。
세포. 何か 作るですか? 何か作りすかよ。
Thank you.
これに戻りましてござりまする。Let's go.
作るかや。それでは行ってきます。行ってきゃWe'll be right back.
この凄まじい邪気紛れもなく、こや、ほん、誰かと思えば久しぶりじゃな、しばらく。まあな、てめえらより磨き上げるだけの暇は。わしらが島に来たのを知っておって、あっちはこっちで手一杯で今にも暴れ出しそうな輩を襲え手下の鬼はそう崩れ、もはやおぬサインこれまではただの化粧戦だ。この俺一人すらもな。走れよ、クリオン兵さて。来ますぞ。やるからどこかへ去れ。殺すなち。お主を案じて、すぐには難しいかもしれんが。アメン。そんな、それに今頃は。なんじゃ。あやつが報いを受けるのは、鬼の力もない人の子がこの島でまとも。そうじゃな、
私らを頼らんか。しかし、もうジーよ。お姫様は今では都の神々の中でも指を、しかし未だ御父タケリビ様にはおそらくは都の神が総出でた、せめてタケリビ様、お姫様、ご両親が出会ったお姫様が人の子らとお助け、それはもちろんそうじゃが、前に羽衣の力の話をいたしましたな。それは裏を返せば大、何がいい、今こそ羽衣に書く、その羽衣の真の名は誰が何の目的でどのように作ったものかは、わしかし大見、そしてこの玉を真剣、星玉の鶴、真剣の力を備えし農具であれば大水地いな、この玉の溶かしてうちの、何を申しておる、しっかりこの玉を溶かして打ち伸ばし、他の鉄を足し合わせることで、そんな、たった一人でわしを育ててくれた、お優しいお姫様、嬉しゅうございますぞ。しかしタケリビ様と共に幾多の戦を駆け抜け、今再びお姫様の剣として働けるの、それは嫌じゃ、そもそもそこまでしたところで、不尊なる大水地めに、くだらん、そんなものが何になる、そうじゃ金太がもう、よいか、こんな話は二度とするで、お姫様、泥、いや、とりあえず家に帰りましょう。ここにある分だけで全てを覆い尽くせる。それでは雨が止んだ家や小屋は建てな、さあちっとった、一回回る、わからん、お姫様、川屋じゃか、この時は今年1年お主らの申した通り頑張った、なのにこんなものまで口にせず、何もよくなって、何もよ、まさに今が最初、自分ではこの時は魂と田植えもんが、いや、
今は吹雪もない。漕ぎ出せば都と、それとも道がいなくなれば、都に帰れば大水地が来ると知って、この日月様や他の悲しぐもやカッパどもに至っては皆のことが好き。この島で、そうじゃ、それを守りたいのはこのわし、このようなもの。約束通り様子を見に来ましたよ、さくらさん。ところで、いや、いい。お初にお目にかかります。おめ、友達って、それより、ほんとな、結局何はなくとも、まずはスミカから。と、ちょっとした、あまり隙間かけ、むしろお姫様、ご覧くだされ、人の子は何さて、おいのところはお姫様からも。そう、それでは手鎖だ、これを持って皆の者、またうまい米を作るぞ。さて、うわ、覚えの減りが著しいの。ここまで荒れてしまうでは、土を入れ替えて、今よりはもう喧嘩の前に戻れるわけではない。入れ替えたならば、まずこの土から灰だけ、灰だけを、今こうして土がベタついているということは、水を目いっぱい入れて田を起こせば、重い土は沈み、灰は水とともに。もうしよし、ではでかい石をどかし、水をた、thank you.
こんなところか。うむ、よく耕せたと思うぞ。いかがですか。おお、かなり良くなったぞ。感じ。ま、愛といえば、そもそも今の我々にとっては、あのいずれの地もその灰を受けてきたのだ。足が白。確かに。一度でも灰をかぶったら取り返しがつかないのではないか。そうでないわけも。これはこれいつまでも立ち。すみません。嬉しいぞ。誠にあり。それでは御所蔵を頼れば何か見えるもの。そうか、分かった。となれば、キャツは火を司る暗い高いヨモツ神であった。そうか、ヤツはヨモツホムス死の炎のその力大見。おいおい、この島は険しい。あやつはそんなに強く。すでに大見槌の支配下にあるこの地では、後から来た火の神の力すまんな。葉っぱどもはこの峠に類が及ばんよう森を改めに行かねばの。
Thank you.